麦は日本のシンガーソングライター。主に木琴を演奏する。東京生まれ、沖縄県うるま市在住。1997年7月、東京生まれ。2002年、飼い主と共に、飼い主の地元である沖縄へ移り住み、2009年1月病気のためえ民。飼い主がシンガーソングライターのジョンから麦を蘇らせるヒントをもらって、新しい体を作り、 5年間の天国暮らしの後、2014年3月に、再びこの世に舞い戻った、天国帰りの猫。なお、生き返る代償として天国に肉球を置いてきている。名前の由来は、飼い主のニックネームが、米だったため。また、飼い主が気に入っている漫画、裸足の弦に登場する、麦は踏まれて、強くなるんだの名台詞にも由来する。蘇った当初は音楽をするつもりはなく、 街中を散歩したり、握手会をしている様子などをツイッターにアップしていたところ、猫関係イベント出演のオファーがあり、音大出身の飼い主の協力を得て、初めての音楽ライブを行った。このライブ以降、言葉を話せるようになる。その後、各地の音楽イベントに出演。2017年には、猫開発となる、 フジロックフェスティバルに出演を果たし、その後も、ライジングサンロックフェスティバル、ワイルドバンチフェスト、等多数のイベントに出演。音楽イベントにとどまらず、セレクトショップ、ビームスにて、麦店東京カルチュルトバイビームスを2018年、2019年に開催している。2017年10月より、スピードスターミュージックに所属。2019年3月20日、 スピードスターレコーズからアルバム、君に会いにでメジャーデビュー。同年6月から7月に初の全国ツアー、麦ツアー、君に会いにを名古屋特造皮切りに9カ所で開催した。2019年4月2日より、FM 沖縄のブランクにて火曜日パーソナリティを担当。決めポーズは、アッチョ好物は肉まんと、カルカン足のサイズは32センチメートル。 楽曲すべての作詞作曲を手掛け、ピアノ、木琴、ドラムや打ち込みを飼い主との共同作業により、自宅録音でレコーディングしている。そのジャンルは、ポップス、ロック、ラテン、ヒップホップ、テクノ等、幅広い。聞いた瞬間に意味がわかるようなシンプルな言葉や、伝わりやすい語順を意識している。言葉遊びを使った作詞も多い。ギター等の弦楽器は、 毛が挟まりミュートするため演奏できない。難しいギターソロは飼い主も弾けないため音楽仲間のサトシちゃんに依頼している。サトシちゃんは役者として本人の自主制作ムービーにも出演。なお、君に会いにツアー、沖縄公演では、替え歌ゲーム上映後に観客席にいたサトシちゃんをステージに招き、客からお題を募り、即興で替え歌を二人で披露した。 カラオケで伴奏音源を流して歌いながら踊り、楽器を演奏する。縫いぐるみや手作りの小道具を使った一人芝居と MC によって曲の世界観を膨らませ、単なる音楽ライブではなくエンターテインメントあふれる、ショースタイルを作り上げている。ステージ登場曲には、腹ますみの千年に一人が使用されることが多い。ワンマンライブなど長時間のパフォーマンスは、 体力的に厳しいため、休憩を兼ねて、曲間に自主制作のショートムービーを上映する。曲の合間に息切れしたり、水分補給のために麦茶を飲む様子も見どころの一つ。本人が食べきれない量の差し入れを受けた際、差し入れ者の気持ちが無駄になってしまうと考えたことから、以後は食べ物の差し入れを受け取らず、代わりに現金のみを受け付けている。この差し入れのお金はすべて、 沖縄県内の動物保護団体に寄付している。各動物保護団体への振り分けは、つなぐ沖縄に依頼。預かった現金は、本人公式ツイッター上で報告され、つなぐ沖縄のフェイスブック上でも確認できる。ツイッターのエゴサーチを得意とする。ザウの名は、地獄の底までエゴサーチ。タグ付けせず、本文に、麦の文字が入っていなくても、いいねや、リツイートされる。 身につけているショルダーバッグには一人芝居で使う小道具やライブ中にお手伝いした観客にお礼として渡すグッズなどが入っている。ありがとうございます。